キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ続いてはですね、はい、ZOZO マリン改修移転建て替え計画里崎案どうですかって。はい、マリン回収するんですか？そうそう、今その、まあ、回収するか、うん、移転するかを県も予算作って、うん、そちょっと調べましょうっていうので動き出して、うんうん、その回収するにしても、うん、その10年単位で、はい、まあ、めちゃくちゃお金がかかっていくらしくて、うん、やっぱ潮風老朽化していくっていうか傷むスピードもやっぱ他の球場よりも、うん、はい、ちょっとワンランク高いし、はい、まあね、エスコンもできたし、うん、マツダも前もできたし、うん、まあこうね、新しい球場っていうところもあるから、うん、どうするかっていう案が出てて、はい、いやもう里崎案でどうですか熊谷知事っていう。え、そんないい案があるんですか？めっちゃあるのよ。え、でマリン、私そもそもめちゃめちゃ好きな球場なんですよ、うん、もう見晴らしもいいし、うんうん、風もまあ強い時もあるけれども、うん、気持ちいいし、うん、どこ回収するんですか？なんか新しいものをこう取り入れるんですか、佐藤さんが。俺の案は建て替えです。建て替え、うん、あ、もう全部建て替えちゃう。うん、え、でも全部建て替えたらどうするんですか、そのホーム線。ホーム線、うん、あそこを崩してあそこで建てるんだよ。違うところに新しい、あ、移転して建て替えるのか。そう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 、はいはい、っていうので、はい、でもね、多くの皆さんもそうだけども、うん、エスコンよりいい案あんだろうなっていうね、うん、やっぱエスコンよりいいの作らなきゃいけないじゃん、うん、まあもういろんな施設があって、だってやっぱせっかく新しいものを作るってなった時に、うん、エスコンより落ちる、やっぱ今一番いいのより落ちるってなると、うん、やっぱちょっとがっかり感と残念感と、うん、そうですね、え感が強いから、うん、まあ、エスコンも他の11球場よりもいいからおおってなるわけじゃん、はい、あのマツダスタジアムできた時もその時の他の11球団よりもいいところがいっぱいで、寝そべりシートだったりとか、はい、砂かぶり席あったりとか、ジムついてたりね、そう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 、うん、他の球場にないものを作っていっていいなっていうのになるから、うん、まあ、個性にもなりますね。そう、やっぱその他の球場より、うん、えみたいなんだと作る意味ないじゃん、うん、確かに、せっかく建て替えたのにってなりますもんね、うん、だもう俺はもう移転なの、うん、どこに？隣の、はい、メッセの駐車場です。へー、あのイオンの前にある、はい、イオンメッセの駐車場が、うん、もうグレイが20万人コンサートしたとこがあるんだけど、はい、もうそこにいて、すると幕張豊砂駅だったかな、うん、だから南浦町からもう海浜幕張のちょうど間、イオンのところに駅ができたのよ、はい、今だったら海浜幕張からマリンまで歩いたらやっぱ15分ぐらいやっぱかかる、うん、結構かかります、結構、うん、それがもし直結したら、うん、新駅、うん、イオンモール、うん、コストコ、はい、球場になって、うん、その一大ショッピングテーマパークになるから、おそのお客さんの、ね、この流動的な、はい、試合見て買い物もできるし、買い物見て試合できるし、うん、その買い物来た人が球場を体感できるっていう、うん、ところもあるし、はい、敷地もあるから、うん、そこに作るわけ、はい、球場を、うん、でこっからが最先端、はい、水族館と融合です。その球場内に水族館を入れるんですか？なんで水族館なんですか？これはね、千葉県と千葉市へ、うん、幕張新都心に水族館を作ろうっていう誘致計画があってて、はい、それがだからあのアパホテルさんとか、うん、あとはベイ FM とか、うん、千葉テレビもそうなんだけども、はい、いろんな企業っていうのが、うん、あのボランティア団体アクアドリームプロジェクトっていうのを有志で立ち上げて、まあ、本格にあの活動的になって、はい、海辺のリゾート地は多くの場合水族館が中心になっていると、うん、ね、八景島シーパラダイスや、うん、新江ノ島水族館など複数あると、うん、で千葉県には鴨川のシーワールドしかないから、はい、幕張新都心はポテンシャルを持っていると、うん、水族館にね、うん、でそこであのいろんなところが企業がねタッグになって幕張新都心に水族館を誘致しようとしてるわけ、だから球場、はい、駅、イオン、うん、球場、はい、でその奥道があるのね、マリの前道あるじゃん、はい、あそこを上にちょっと飛んでる感じして上も通れるようです、はい、人の湯、うん、で海の方を全部水族館、へで海もあるから、はい、そこでパフォーマンスができるわけ、うん、でどっかの一部のところを、うん、バックスクリーンでもいいかな、はい、バックスクリーンのところに、まあ、そこを開閉式にして、うん、そこが開くと、もしくはライトスタンドのところが開くと、うん、あっちに水族館の水槽が見えて、はい、ジンベエとか泳いでる。そんな大きい高い水槽作る、だってあのあるじゃん、チュラ海とか。はい、チュラ海行ったことないんですよ。俺も行ったことないけど、はい、そんな高い水槽が、うん、そうそうそう、であって、うん、その球場の中からもう水族館が見えて、うん、これ俺勝手に言ってるだけね、はい、でホームラン打ったら、うん、あのバックスクリーンのところがプールになってて、はい、イルカ飛ぶのピシュッ合図して、うん、ホームラン出たらピシュッみたいな、はい、イルカあのクジラとか、
飛ぶクジラいるじゃん、はい、クジラとかピシッと飛んでホームラン打ったらクジラ飛んで見えます。あ、そのイルカ飛んでるの見えます。結構だって飛ぶじゃん。飛びますよ上に、うん、だからバックスクリーンのところにすごい高い位置にあれですよ。もうあの水面置かないといけないです。何だろう、低いとこからでも飛ぶ。結構だって結構あれ飛ぶよ、5、6メーターぐらい。そうでしたっけ、うんうん、で飛んで、はい、ホームラン打ったら、うん、ライトスタンドかのところの、はい、ところには水槽になってて、はい、あっちにもジンベエとか泳いでると。で水族館と一体化して、うん、あの水族館のお客さんも球場行き来できるし、はい、球場に来た人も水族館行けるし、ショッピングモールある、はい、で水族館付きなんてないじゃん。ない。あの今のところタンパベイかな、うん、はなんかその水槽見えたりなんかしたら、はい、するらしいの、はい、だからその水族館、球場、ショッピングモール一体化で、うんうん、でちょうどねその企業が水族館も誘致してるし、はい、ちょうどいいんちゃうかと。そしたらどこもないでしょ。ない、新しい。 で海をイメージして、はい、マリンだからね、うん、もっとなんか海っぽい球場になりますね、うんうん、でも砂浜とかも作っちゃったりしながら、はい、うん、そこでもビーチバレーできてもいいじゃん、はい、海の方の、うん、ね、ちょっと土地が余ったらね、うん、だからそういうマリンスポーツ一体化の、うん、スタジアム兼ショッピングモール、はい、水族館、うん、で球場の中からでも水槽とか魚たち見えますみたいな。あ、なんかすごいテーマパーク化しますね。でしょ、うん、でこの試合がない時でも、はい、お客さんが来れるじゃん、うん、でそのスタジアムツアーからでも水槽見えるから、はい、で多分誘致してるってことは企業も支援金とか協力金出してくれるだろうから、はい、そこも補えるだろうし、うん、で水族館一体型の球場なんて、はい、今どこ探してもないし、うん、でそれでマリンを開閉式のドームにして、うん、試合ない時でも一気に人を集めれるところにして、うん、で今のマリンスタジアムは、うん、こっちが出来上がったら、はい、そこを潰して。あ、潰しちゃうんですか。で駐車場。あ、駐車場、うん、そしたらそのまま駐車場横に水族館も行けるようになるし、はい、でそこ渡った球場も行けるようになるし、うん、メッセともうちょっとあの途中に歩道橋なんかして、うん、曲がりメッセにも行きやすいようにして、うん、今あるところを今のマリンを駐車場にすれば、うん、こう行けると思って。お客さんも駅から近くなるから。そうですね、来やすい、来やすいし、うん、そう野球見ない人たちの人の流れもできるし、はい、野球ない日の人の流れもできるから、うん、そのただの球場だけじゃなくていろんな人が体感できたり、うん、今のエスコもそうじゃん。試合なくてもそのいろんな人が体験ツアーとかしたりとか、はい、ビール作ってるとこがあったりとか、うん、食事とかもできるから、はい、そういったところも遊びっていうところでは、うん、俺はいいんちゃうかなっていう、まあ、エンターテインメントも含めた球場にね、うん、そうそう、まあ、水族館は水族館だけのチケットがあったりとか、ね、もちろんもちろん。で複合的なやつもね、うん、あったりとかしながら、はい、そしたらもう家族できて、はい、じゃあ子供は野球観戦、はい、お父さんお母さんは食買い物とか、うん、買い物してる間にとかもできるし、うん、水族館行きながら野球見るのもできるし、うん、家族で映画見たい人と野球見たい人とかね、はい、分かっても行けるし、うん、で一体型なんかパスみたいなあってもね、うん、いいから俺はこの案がもう最高やと思うね。そうですね、正直水族館みんな球場来る人来ちゃったら水族館激込みしないですかね、試合前とか。激込みしてもさ、うん、全員が座れないからさ。品川駅の前のアクアリウムとか、はい、子供が小さい時よく行ってたけど、うん、イルカのショーとか、うん、早めに座ってこないと座れないからね、はい、もう、うん、立ち見か、うん、あのもう水かかりますっていうところからね、はい、だからもうそれはそれでいいじゃん。でしかもそれで儲かれば、はい、ね、うん、水族館もまたいろんなこと取り組みもできるし、うん、いろんなものの施設も出せるから。そうですね、まあ、カップルで野球見に来るときに水族館付きチケットみたいな、うん、有効チケットやったら、あ、じゃあ今日一日休みだし、うん、試合前に水族館でこう見てから野球見よっかみたいなね、一、うん、日プランとかありますよね。そうそうそう、7回とかね、イルカ飛ばしたらできる、はい、うん、あとペンギン散歩とか来るかもしれない、うんうん、ライトスタンドがパクパクパクペンギンとかアシカとか、はい、足かきてさ、はい、あの7回とか倒れたんですよ、うん、そしたらあの 動物愛護団体からなんとかですよとかってあるんだけど、はい、まあ、そういうのは1回度外視して俺は言ってるから。まあまあそうですね、そうそうそう、俺はもうあの夢語ってるだけだから、はい、あのうん、いろんな問題はいざやるときに解消していきますから、はい、変なツッコミやめてください、はい、でもあれですね、水族館って新しいですね。ないでしょ、今までなかったから。ちょうど水族館も誘致してるっていうのもちょうどあるから、はい、これも完璧だと思うから、うん、ぜひやってもらいたい、うん、これでこの案で、もう千葉県今この動画見てたら、おしめしめ、千葉県と千葉市協力して、はい、うん、これで、うん、だって水族館、うん、鴨川シーワールドまで行かないといけないんで、はい、ちょっとあれです、ね、ちょっとだから別に近くないから、うん、多分お客さんの奪い合いとかなんないと思う、はい、正直、うん、俺はもうめっちゃいいと思うんだよね、うんうん、
そんな悪くないでしょ、うん、できるできないは別として、うん、はい、それはまだね、いろんな問題あるから、うん、正直俺が言ってるだけでそれは佐々木さん無理ですよってなるかもわかんないけど、うん、できるできないは別として、企画としては面白いでしょ、うん、だって水族館単独で作ってお客さん来るかどうかっていう不安があんまりなくなるじゃないですか、うん、野球の人が来てくれるっていうのもあるし、うんうん、で一体型にして他にもないボールパークで、うん、世界的にも俺はいいと思うから、うん、ね、ぜひ、県の皆さん、市の皆さん、はい、企業の皆さん全員が一本化してやりましょう。あの、何かあれば佐々木協力しますんでよろしくお願いします、はい、あとファンの皆さんね、はい、どう思うかぜひコメント欄でお待ちしてます、はい。